演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファーストキッチンエンディングのイカレモンレモネードとバーガー4種類、そして後から来るデザートを食べたいと思います。ファーストキッチンなんですけど、本日、まあ、2020年5月12日に自分の住んでいる和歌山県に初めて店舗ができたんですね。で、その方向にちょっと今日は休みなんですけど、ちょっと耳鼻科に行かなければならないことが事情があって、その耳鼻科に行くついでにその進路上にお店があったので、お昼ご飯も兼ねて買ってきました。どのハンバーガーも美味しそうですね。なんかファーストキッチンって YouTube とかでもあんまり食べてる人いない印象があるんですね。まあ、もちろん名前で検索したら出てくるんでしょうけど、なので楽しみですね。本日買ってきたら USA バーガーと呼ばれる4種類で、ちょっといろいろありますけど、このちょっとこれがかなり重量感ありますので、これから食べていきたいと思います。後から残るとかサイオブレットとか、わわなんじゃこりゃ、ちょっとすごいですね。これもう中身が崩れそうです。おでは、うわー、これ多分一番大きいやつな。いただきます。これが看板のトリプルか。お肉がすごい、ってか口に入りきらないよ。これ一口で食べられる人いるのかな。続きました2番目に大きい、こちら多分上下逆さまですけど、これも結構なボリュームですね。ではいただきます。これクラシックベーコンとベーコネーターのどっちなんだろう。見た目ではわからないな。まあどっちでも美味しいけど、はい、多分これスパイシーチキンバーガーですね。ここに来てやっと普通サイズ来たって感じですね。でもこれも結構重量感です。ではいただきます。これはスパイシーチキンカツですね。これはわかるわ、まあ見た目が違うし。うわ、辛さは結構後から来るなあ。最後はハンバーガーはこちら、これも結構なボリュームですね。ではいただきます。ベーコネーターとクラシックベーコンの食べてない方なんですけど、これもどっちか、もうちゃんと覚えときよって話ですよね。あ、ベーコンの香りがすごい。まず全てに関して共通していることから言うと、まずパン、バンズはあまり特徴がない、まあ、言い方悪いですけどね、バンズでしたね。ふわっとはしていますが、バンズ自体に特に味や工夫がされているわけではない、そんな印象でした。ですがその分中のお肉がパティですね、パティが旨味が凝縮されていて、口の中で噛んだ瞬間にもう肉肉しさがふわっと広がってきました。それがとっても美味しかったですね。USA バーガーと書いていたので、アメリカではこういうのが主流なのでしょうか。本当にお肉を食べている、そういう意思が伝わってますね。まあお肉食べてるんですけどね、なんだろうな、パティというよりは本当にステーキ肉を食べているような、そんな感じになってきました。でそれでいくと、この最初に食べたこのウェンディーのウェンディーズバーガートリプルは本当にもうお肉の心ゆくまで堪能したい人向けですね。ただちょっと大きすぎて本当に一口で入らないんですけど、その分本当に堪能できますので、人を選ぶような感じはありますが、自分は大満足でしたのでこちらの点数とさせていただきます。そして続きまして、ベーコンバーガーもベーコンの旨味がお肉に負けない主張がありましたね。まあベーコンパンパティもお肉ですけどね、やっぱりこちらちょっとベーコンが燻製なので、スモークした香りがあって、その香ばしさがまた違った味わいがしていて美味しかったです。2種類2つありましたが、どっちがどっちだったかな、しっかり覚えておけって話ですね。でもどちらもベーコン本当に美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。そして4つ目に、あとのスパイシーチキンバーガー、これはチキンカツなのでちょっと違いますね。かつてはフライドチキンなんでしょう。もうちゃんと説明しろって話になってきましたね。こちらはスパイシーでなきゃって、ちょっと噛んだ瞬間にあってくるような辛さではないですが、あとはじんわりとくるような辛さでしたね。そしてそのじんわりとした辛さが鶏肉のうまみとマッチしていて、他に比べるとちょっとボリュームは控えめですけど、これも美味しかったです。ただちょっと辛い辛いっていう部分で好みが分かれるかなと思いましたのでこちらの点数とさせていただきます。あ、そうだ、共通点に言いますか、オーロラソースもトマトの甘酸っぱさがきちんと引き出されていて、とっても美味しかったですね。多分オーダーソースでいいと思うんですけど、ちょっとピンクが合ってましたし、
本当すごいボリュームのあるハンバーガーでした。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらデザートのきなこわらび餅とあんぜんざいを食べたいと思います。これはちょっと日本っぽいですね。日本系ですね。まあソフトクリームが入っているあたりは英国要素も入っているかもしれませんが、ではまずはこちらのぜんざいの方からいただきたいと思います。慌てて持って帰ってきたからな、溶けないように。本来はこういう形じゃないのかもしれませんが、堪忍してくださいね。ではいただきます。少し和の風味が入ったデザート、美味しいですね。最後を締めくくるのにぴったりです。あ、さっきレモネードの感想を言うの忘れてた。先ほど言い忘れましたが、こちらの仁左衛門レモネードはレモンの香りの中にほんのりお茶の風味があって美味しかったですね。どっちかというとレモンの方が強いかなと思いました。なのでレモンが苦手な方は飲まない方がいいですね。まあそもそも頼まないとは思います。というわけでもうちょっとお茶も感じたいかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのぜんざいとわらび餅、どちらにも共通するアイスクリームは濃厚系でミルクの味がしっかり感じられて美味しかったんですが、より相性がいいのはこちらの小豆の方ですね。うまいこと混ざってくれるんですよ。で中にちょっと白が溶けちゃってて見えにくかったんですけど、白玉も入っていて食感の変化も感じることができました。わらび餅の方はちょっともっちり感が足りなかったかなと思いましたね。もうちょっと弾力がないのでアイスにちょっと負けてしまっている感がありました。なのでもうちょっとこっちの方は改良点があるかなということで、こちらをこの点数、現在の方をこちらの点数とさせていただきます。ファーストキッチン、本当に県内に初めてできたので、先ほども言いましたけどね、本当に初めて食べたんですが、美味しい、とっても美味しかったです。だから他にもパスタとかチキンとかもある、ポテトとかもあるので、それらもまた機会があれば食べてみたいと思います。まあ機会は作るものなのですけどね。それでは冬バラの国を守るや騎士たちは、バラってなんか騎士のイメージがあるんですよね。なんだろう、アニメの影響かな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。全部永遠。